皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、久しぶりに、ジャンクいじりの動画になるわけなんですけれども、まあ、去年はですね、ジャンクいじりの動画っていうのはほとんど出してなくて、まあ、98のパソコンを買って、まあ、分解して、っていうのをやったくらいしかやってないんですけども、まあ、久しぶりにネタを購入しましたんで、まあ、ちょっとご紹介したいなと思うんですけれども、まあ、某リサイクルショップで購入しました。こちらになります。はい。はい。ちょっとこんな感じですけど。はい。はい。カプセラというもので、科学を遊ぶサイエンスホビーという、まあ、キャッチコピーについてますけども、まあ、これはですね、球場のカプセルをこうつなぎ合わせて、で、まあ、こうモーターで動くようなまあ、おもちゃをですね、こう組み立てて遊ぶっていうような、まあ、チークガンですね、まあ、レゴブロックみたいな感じのやつなんですけれども、でこの製品のですね、販売元は三菱鉛筆さんですね。はい、普通のおもちゃメーカーかと思ったら、これには三菱鉛筆と書いてありますので、でまあこれパッケージにですね、外人のモデルさんがこう写真として使われてるんで、まあ、てっきり海外からこうねライセンスを買ってこう日本で売ってるのかなと思ったんですけれども、まあ、どうやら逆で、もう三菱鉛筆さんがまあ製造販売やって、海外にライセンスを売ってたという感じで、まあ、海外の製品のこう写真箱を見ますと、まあ、ライセンス表記が三菱鉛筆のライセンス表記が入ってるんで、まあ、その海外に逆に出してたっていう製品なんですね。で、まあ、2000年代に入ってからこの、カプセラの、まあ、バンダイ版の製品が出てたらしくて、まあ、自分は全く知らなかったんですけども、その後、2015年くらいに、まあ、韓国の方で、まあ、類似品が出たらしいんですけども、ただそれはですね、正式なライセンス品ではなくて、まあ、いわゆる模倣品というものだったのかなという感じなんですけども、まあ、この商品はですね、まあ、一応シリーズがあって、まあ、KC300 という、まあ、一番小さいものと KC500 という、まあ、中間のモデルと、そしてこの KC700 ですね、これがあって、でまあ、その数字が、まあ、小さい方はまあこう作れるものが少ないんですけども、まあ、この KC700 はいわゆるまあフルセットの一番、多くものが入っているというものらしいですね。で今回はですね、このパッケージの中にまあ結構部品がいろいろ入ってるみたいなんで、ちょっと開封して、それが、まあ、これ中古品ですから。部品がちょっとね、欠けちゃってなくなってるのもあろうかと思いますので、まあその辺はね、今回はちょっと検品してみたいと思います。はい。はい。じゃあまずはですね、このパッケージ、ちょっと開けてみます。まあ結構これ箱傷んじゃってるんでね、ちょっと撮影前にこの上蓋だけちょっと修復しましたけども、結構ビリビリになっちゃってたんで、では開けます。箱の裏には検査合格証が貼ってありまして、田中さんが検品を担当したのですね。でこのこれを取りますと、はい、まあ、中古品には、まあ、説明書がなくなっちゃってることも多いんですけども、これはちゃんと、組み立て方と遊び方っていう、まあ、説明書と、まあ、カプセル博士の質問コーナーっていうのなんか Q&A ですかね、その紙が入ってます。はい。でその下にはこのキットの全貌がありますけれども、まあ、こんだけ揃ってますけど、何かしらなくなっちゃってんじゃないかなっていうことでね、まあ、今回ちょっと調べていきたいと思うんですけど、はい。でこの説明書のですね、こっちの裏の方にこう、パーツの、部品一覧表があるんで、これをねちょっと見ながらパーツの点検みたいなことをやってみたいと思うんですけども、で、まあ、この説明書にはこのキットで作れるものの、まあ、こう完成見本がねこう写真としてこう載ってるわけなんですけど、まあ一番これ、部品点数の多い
ということなんで、まあこの KC700 ので作れるものだけじゃなくて、当然その下のまあ KC500 とか300のキットも作れるということになってますね。はい、じゃあまずこっちのですね、あのカプセルの方からちょっと点検してみましょう。まずは一番最初ですね、こちらがモーターカプセルになってます。はい、その名が指す通り、この中にモーターが入ってます。これね、はい、でこの青い2つの差し込み口があるんですけど、ここにあの線を差して、まあ、電池ボックスにつなぐとこうモーターが回るということなんだと思います。はい、はい、次がですね、多段減速カプセルというもので、多分これはですね、あのモーターってこう結構高回転でギューンって回りますけど、そのスピードを、こういう途中のギアを返して、減速させるというものなのかなと思うんですね。はい、はい、次がですね、冠歯車カプセルとあって、この例えばここですね、これ上から入ってきたエネルギーをギアを返して横方向にこう両側にこう力を出すというようなカプセルですね、これはね。はい、次が内接歯車カプセルというもので、これはですね、あの動力の向きを変えずに回転数だけ変えるという、まあ、こっちから入ってる回転数を中のギアを返してこっちでちょっと回転数を落としてやるという感じのものですかね。はい、はい、次がこの回転スイッチカプセルというので、ちょっと映像からは分かりにくいかなと思うんですけど、この真ん中に金属の円盤があって、両側からこう端子がこう伸びてまして、これが回転することで、中の端子がですね、こう浮いたりついたり浮いたりついたりすることで、こう通電をしたり切ったりするということで、まあ、あの主にあのランプの点滅とかに使うパーツみたいですね。はい、はい、次がですね、ファンカプセルということで、この中にですね、緑色の、こう羽がついたものがついてまして、これの遠心力によって空気や水を吸い込むという役割を担うカプセルらしいです。はい、はい、次がクラッチカプセルと呼ばれるもので、ここにこう赤いボッチがついてると思うんですけど、この中にちょっと大きさの違うギアが2つありまして、このボッチを押すことで、小さい方のギアに、でこれをもう一回押すことで大きい方のギアに、噛むんですけど、この下から入ってくるこの動力をこの赤いやつをボッチを押すことでこちら側に伝えたりこちら側に伝えたりと切り替えるあのカプセルですね。はい、はい、でこれは空カプセル、まあ、あの完全に何も入ってないカプセルで、まあ、スペーサーみたいなものですかね。こう、ものをこう、つなげていくときの、なんかこう、間に挟んで使うようなスペーサーに使うんじゃないですかね、これね。はい。はい。で、これが八角継ぎ手というもので、まあ、カプセルとカプセルをこう、つなぐジョイントの役割ですね。まあ、これ発売されてから50年近く経ってるものなんで、まあ、樹脂がちょっとね、劣化して、こう、ひびが入っちゃって、一部にはこう、開いちゃってるものがありますね。はい、はい、次でちょっとちっちゃいパーツですけど、カプラーでありますけど、こっち側に、こういう Y 字型のなんかギアっぽいものがありますけど、ちょっとこれ詳しい使い方ちょっとまだ分かんないんですけど、はい、カプラーですね。続いてはこちら車輪台ですね。大きい方の車輪ということですね。はい、でその逆に小さい小の車輪ですね、次は。はい、でこの車輪の台に組み合わせて使 う, こうタイヤの大きい方の台ですね。はい、でこのちっちゃい車輪の方に使 う, 小さいタイヤですね。はい、でここに4つあるのがフロート、浮きですよね。あの水に浮かべて、動かすようなやつを作るときに使う浮きですね、これをね。はい、はい、次がプロペラーですね。はい、あの空気を押して前に進むようなものとか、まあ、扇風機とかも作れるみたいですね、このプロペラーはですね。はい、はい、次は車軸ユニットになりますね。これあの、まあ、車みたいなものを作るときに使う、まあ、このくどりに使うパーツですね、これはね。はい、
はい、次はコードですね、あの両端がこういう端子になってまして、まあモーターと電池ボックスをつなぐ配線ですね、これね、はいはい、次が電池ボックスの大小ですね。こちら単三電池2本、こちら単三電池1本の電池ボックスですね。で、先ほどのコードの端子をこの両側に挿すことでモーターとつないで動力を発生させるということですね、はいはい、次はスイッチケースになりますね。こちら側に入力、こちら側に出力ってありまして、スイッチの、まあ、オンオフ、回転方向の、まあ、正と逆を切り替えるスイッチになりますね、これはね、はい、次はこちら、羽歯車になります。まあ、一つ一つはこの内輪みたいな形してますけど、これをまあ4つ組み合わせて、まあ、こうくるくる回せば、いわゆる外輪船みたいな、こうくるくる回って水をかいて走るみたいな、まあ、船が作れるんでしょうね。はい、次はこれ伝達軸ですね。これはまああの空のカプセルに入れて、多分このこっちからこっちに動力を伝えるものだと思いますね、はいはい、次がランプ、まあ、豆電球ですね。ちょっとあの形の変わった豆電球ですけど、これがランプですね、はい、次がポンプユニットですね。あのさっきのファンカプセルなんかと組み合わせて、こう水を吸い上げるポンプの役割を果たすみたいですね、これはね。で、次なんですが、このポンプで使うホースがあるんですけど、それがないですね、ポンプホースが、はい、あのポンプのここに差し込んで使う、ホースがちょっと欠品してます。はい、続いてキャタピラなんですが、キャタピラもありません。はい、多分この辺にこうタイヤと一緒に入れられるものだと思うんですが、キャタピラもちょっとないですね、はいはい、続いてが巻き戸ユニット、まあ、この今紐がついてこうフックがついてますけども、まあ、これはまあ3点セットみたいな感じで、なってるんでしょうけど、まあ、本来はこれバラバラにやってるんですけど、まあ、今はこう完全に組み立たった状態でなってますけど、まあ、いわゆるクレーンとかこう物を吊り上げるようなやつを作るときに使うものですね、これね、はいはい、次がまあ一番でっかいパーツになりますけど、飛行灯ユニットってなってますけど、こう真ん中に、回るところがあって、これがくるくるっとこういう感じで回るものを作れるものですね、はい、で次が吸い込み口ってあります。まあ、ロートみたいな形をしているものですけど、まあ何か水かなんかを吸い込むんでしょうかね、これね、はいはい、次が密閉キャップですね。これはあの水が入ってほしくないところにつけるキャップですね、はい、続いてが三角車輪です。まあ、このおむすびみたいな形の車輪で、まあ、こう変なガクンガクンガクンって動くような車を作るときに使うものですかね、これはね、はいはい、で次これタイヤ中ですね、はい、大きいのと小さいのありましたけど、その中間の大きさのタイヤで、さっきの多分三角の車輪につけて使うものなんですかね、これね、はい、はい、次が平歯車、こちらが F、 こちらが P なんですけど、どこが違うかって言ったら、このついてるギアの、はい、この細かさですね、それがちょっと違う。まあこれもまあギアの回転数を変えたりするやつなんですかね、これね、はい、あ、一つ忘れてました、こちらあのクレーンユニットですね、はい、先ほどのこの巻き道ユニット、あの紐がついてたやつと組み合わせて、こうなんかこう上げ下げしたりするものみたいですね、はい、はい、というわけでこれ全部のパーツをちょっとチェックしたんですけど、まあ一部のねパーツはどうしてもなくなってしまっているのはまあ仕方がないかなと思うんですけど、まあそれでもね結構パーツはちゃんと揃ってるかなっていう印象ですね、はいはい、というわけでこのキットの中でもっとじっくり調べなきゃいけないかなって思うのが、まずこの肝になる動力源のモーターカプセルですよね。これがちゃんと動いてくれるのかっていうの、これが動かないんじゃこのキットの意味ってもんがなくなっちゃうんで、まあ、これがちゃんと動くのかっていうのと、このランプですね、このランプがちゃんとつくのかっていうことですね。まあ古いものなんで両方とも
ちゃんとね、働いてくれるのかっていうのね、まあチェックしてみたいんですけど、じゃあまずはこっちのランプ、豆電球の方からね、つくのかっていうのをちょっと調べてみたいと思うんですけど、まあとりあえず電池ボックスが、炭酸1本と2本の分のやつがあるんで、まあ、両方とも調べてみましょうか。はい、まずは炭酸1本の電池ボックスに炭酸電池を1本セットして、で端子を接続するとこのランプがつくかどうかっていうところですけど、使わないっすね。ん？これ電池2本じゃないとつかないっていうんですか、もしかして。ですけど、あ、つきましたね、はいはい、ほのかな明かりですが、はい、豆電球ついてます。はい、はい、じゃあこちら、こっちが本当に一番大事なものですからね、こっちが動くかどうかやってみましょう。まずはこちらのモーター側の端子を挿して、こっちの電池の方に接続します。はい、これここにあのちょっとギアが見えてると思うんですけど、これが動くかどうかですね。いきます。ちょっと電池のセットがまずったか、ちょっとこのターミナルがうまくマイナス側に当たってなかったかもしれない。じゃあもう一回いきます。はい、じゃあちょっと動くかどうか。おっと、今ちょっと、あ、動いた。動いてる。動いてるけど、これは、どうでしょう。動いてるんですけど、完全に回るところまで行って、てないんで、あ、おお、おお、ま、回ってるけど、なんか回転が、おお、なんか回転が不安定ですよね、これ。キュッって言ったり、回ってんのかま、これは。端子の接触不良なのか、で回ってこだ回ってるんですよね。あ、おお、これは多分端子の接触不良ですかね、これね。まあ一応回ることは回ってますけど、まあ深井すんごい金切り声がしますね、このモーター。どっかおかしいのかわかんないですけど、音量注意になっちゃいますね、これだとね。はい、まあ一応、電池1本では回ります。じゃあ電池を2本にして、じゃあ電池2本にすると、まああの会長に回るんですけど、なんかものすごい金切り声やっぱりしちゃうので、これは何かが干渉して音が出てるのか、あるいはモーター自体に何か問題があるのかちょっと分かりませんが、まあ一応回ることは回るということなんですけど、はい。はい。というわけで、カプセラの開封と、まあ、パーツのチェックなんかをやってみたわけなんですけど、あの、モーターがですね、一応動いてくれたのは良かったんですけど、ものすごい金切り声が出ちゃって、ちょっとまあ、耳障りですね。はい。で、まあ、次回なんですけど、まあ、次回はですね、こう、実際にこういう、
キットをですね、こう組み立ててみたいなと思うんですけど、やっぱりモーターの音が気になっちゃうので、このモーターカプセルの中のモーターをできれば新品に交換して、それで、動かせるかなというのを、まあ、次回以降ちょっとやってみたいなと思うんですけど、その上でですね、このキットの組み立てをね、今後やってみたいと思います。はい。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンも、チャンネル登録もしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。